実業家でタレントの川崎のぞみが、23日までに自身のオフィシャルブログを更新。目の不調で眼科を受診したことを報告した。川崎は21日のブログで、今日は急遽私の病院へ、と綴り、全然元気なんだけど、朝起きた時から右目が違和感あるなぁと思ったらお昼過ぎには、これはちょっとやばいかも。なんか悪化して痛い土日は病院やってるとこ少ないから平日中に行っておくかな、と眼科へ、と目の不調を報告。眼科を受診したところ、三粒子、と言われて目薬をもらった、と説明し、左半分の顔写真とともに、目の腫れがひどすぎて、写真は半分の顔しか載せられないくらいヤバめ、他は元気なのに右目だけ不調で困った、涙、こんなに目が腫れたことないから今日見るたびに心配になるけどいつ治るんだろう、と不安を明かした。川崎のぞみ、症状悪化で再受診もそして、翌日の22日朝には、早起き、と題したブログを更新し、目が痛くて早く起きてたんだけど昨日も右目が腫れてたけど、今日は両目が腫れててしかも右目は昨日の10倍くらい腫れてる、と症状が悪化したことを報告。昨日は片目用だけで目薬もらってたんだけど両目になって心配だからまた眼科行ってきます。そし、受診後には、眼科から帰ってきた4昨日よりちょっと成分強めな目薬をもらってきてつけたら結構良くなってきました。と順調に回復へ向かっていることを説明したが、23日のブログではサングラス姿の写真を添え、目が腫れててどこでもサングラスしてます。と伝えている。